さあ、リンクスリングス、今日も遊んでいこうと思います。今回は、このカイトを使っていこうと思うんだけど、一応スピード系に分類されてはいるんだけど、能力的にはかなりこうバランス型というかね、超平均的みたいな感じのキャラクターで、なんかあんまりいいところというか特徴をつかみにくいキャラだなって思ったんだけど、技が結構優れてるっていうのかな。通常攻撃のモーションがなんか前にこう突っ込んでいく感じの動きをするんだよね。だから、戦闘中にこう相手が逃げたりとかすると思うんだけど、それをこう追い打ちかけやすいみたいな。そういうところ結構いいかなっていうところと、あと、波動拳が割と使いやすいっていう。で、あと、超技も割と使いやすいのかな。なんか、レイジングストーンみたいな、ギースワードみたいな感じの使うんだけど、あれもこう、なんだろう、射程範囲が広いっていうかね。広範囲を攻撃するんで結構使いやすいのかなっていうところで。だからスピード系なんだけど、攻撃の、なんだろう、質が結構いいみたいな感じのキャラなんで、そこら辺ちょっと見せれたらなと思います。早速使っていこう。はい、じゃあ1戦目は開かれ海底なんだけど、今からね、カイト使っていこうっていうところでね、いきなりこんなこと言うのもなんだけれども、あんま強くないよ、このキャラ。カイトあんま強くないね。正直な話。ただ、このチーム構成なら、ウサギの次に俺が頑張んないといけない感じかな。戦闘の方ね。リディアいるから、リディアとロクサーヌいるから、塗りの方はもう任せるわ。タワー作ったんで、今ちょっと攻撃力が高いです。SP ゲージ貯めさせてください。戦うんで、これから私。ロクサーヌの方一緒に行ってもよかったかな、これ。あ、でも、ウサギが行ってるから、あ、待て待て、これ邪魔だな。ちゃんと塗りカバーして、ちょっと A 一周するか。A、あ、やべ、足りなかった。よし、危ない。無駄になるとこだった、今。ちょっと危なかった。SP 貯めたんで、F の方行ってみるか？ F 行くか。あ、やばい。あー、くそ。F 敵がいる？まあ、攻撃型のスピードファイターっていう風に聞こえはいいかもしれないんだけど、正直言って、何とも言えねえ感じだから、攻撃の方も、カイト君。割と慎重に立ち回っていくわ。割かし慎重に。おい、やめろ、メルカリ。うっぜえな、メルカリ。待って、これ使おう。これは使って、波動拳。よし、倒した。で、これも倒そう。で、これ、通常攻撃。あー、何なの、これ。まあ、いいや、波動拳で倒す。よし。微妙に届かないんだな、あの通常攻撃。割と強いのに。これはもう一回塗ろう。これちゃんと塗ります。あー、取られたか。うわー、取られてる。うぜえ。もう足の速さで言ったら負けるからな、絶対に。確定。あ、やべ。クソ、仲間が今どこにいる？取れないな。これはちょっと取りたい場所がないな。綺麗に取られちゃったもんな。これ勝てるか？じゃあ波動拳で遠くから援護します。ここ取られちゃまずいと思うんですわ。63の負けたのか、2人。回る感じにする。いやー、でもちょっとこれ困ったな。うーわ、やば。リディアの足が速い。普通に速い。これ困るな。あ、勝てるか、勝てるか、勝てるか。頼む、勝ってくれ、頼む、勝ってくれ。あぶねえ。いや、真ん中ちょっと取られたとき、青ざめたんだけどさ。だから、メルカリいいっつうの、やめろっつうの。いや、でも真ん中ってあれなんだよね。取られたらすげえなえるけど、奪い返しやすいんだよね、一応。さあ、今日最後の試合はシルド表現だね。ここのステージも、開かれ海底と結構構図は似てる感じかなと思ってんだけど。さあ、結局チーム構成なんすよ。ウサギがいるから、あ、ルル2人か。
響きと一緒にいる感じかな、これ。リディアはもう自由でしょ？多分。ウサギと、やっぱここか。こういう感じか。響きと一緒にって感じかな。ハスくんいるな。ちょっと待って。これ、二人で来てんの？これ倒す。まずい。あー、やられちゃったか。いちいち交換になっちゃったな。これまずいな。ちょっとこれまずいな。C か。C のところちょっと裏回っていくか。裏回る感じで、で、こういう風に。よし。で、タワー作るか。ん？まだいいか。まだいいのか。だってこれ。追い打ちをしたいんだけど。よし。やっぱウサギ強えな。もうさ、何も考えずさ、思考停止でウサギ使えばいいんですよ。世の中。こんな難しいキャラ使わない、こんな中途半端なキャラ使わなくていいんだよ。もう、ひどいけどね、そんなこと言い出したら。そんなこと言い出したらもうキリないんだけど。よし。で、ここ真ん中色塗る。うさぎかな？うさぎが塗ったもの。うさぎは確かに SP ゲージ貯めた方が美味しいから。強いからね、とにかく。超技が。うさぎの超技が。強さで言ったら、その超技の強さで言ったら、多分うさぎの右に出るものはいないんじゃないかな。こっち来てるね。よし、来た。レイジン、間違った。これ間違って絵文字開いちゃうときあるんだよな。下来てるな、下来てるな。こっち来てる、来てる。あー、これちょっと無理だな。とりあえず一発当てて。あー、これ無理だな。多分無理だわ。倒したけど、11交換かな、やっぱり。しゃあない。これはもうしょうがないっていう、レベル15高え。一応勝ってはいるのか。で、そこ色塗る。色塗るね、多分。回るね。ってことは、俺はこっち回るか。こっち回ります。で、ここも塗れば、どうだ？よっしゃ、来た！やったぜ！で、ここはまあ、いいや、適当に塗って。よし、勝った！カイトの良さちょっと見せられなかったけど、でも波動拳結構強いよねっていうのはなんとなく見せられたのかなと。遠くからまず一発牽制で打って、で、相手がちょっと一回尻込むから、その間に、まあタワー作ったりとか、なんかそういう感じ。もう一戦しようかな、ちょっとこれ。よし、ちょっともう一戦します。シュルド表現。チーム構成、ナオか。ナオがアタッカー。うわ、ウサギ二人だ。これ、参ったな。これ参ったな。逃げる感じで戦うわ。ちょっと逃げる感じで、あと SP ゲージは、俺に欲しい。よし。で、SP ゲージマジで欲しいんで、ちょっと貯めます。本当に欲しい。相手がうさぎだもん。ちょっとこれはマジでくれ。あ、もっと、あー、やられて、ウサギさん2人だろ、あれ、どうせ。ん？大丈夫か？まず一発撃って、牽制。よしよし。で、遠く行ったと見せかけ、あ、やばい。すいませんでした。どうしようかな、これ一発撃つか。当たるんだよね、これ、普通に。で、波動、よし、で、来た。たまらず来たね。あんな距離でも当たるから。それは強くない？これカイトの良さ見せられてない？よし、これでタワー作って、ちょ、 SP ゲージ貯めます。相手ウサギだから、で、戦える人って俺とナオしかいないから。で、ナオって割と遠距離型の攻撃ファイターみたいな
イメージあるから近づかれたら終わるでしょ。色塗ってもらってよし、いいね。誰やれた？なおか。 F か、 F 付近ね。マジSPゲージ貯めさせてくれ。あ、来てるな。ん？ここは取る。あー、取られちゃった。ここはまあ取って波動拳よし、ありがとう。うわー、真ん中付近か。諦めない。ここの SP ゲージをどっかで使いたいな。あ、来た。使います。よしよしよし、ナイス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 。時間もない、時間もない。ここ取れるかな、ここ取れるか、ここ取れるか。あー、足りない。まあ、強いところは見せられたんじゃないの。攻撃、超技強いぜっていうところは見せられたと思うんだけど。やばいな、これ単純に負けるな、これ。いや、きついな、これ。あー、無理だね、勝てなかった。いや、勝てなかったけど、強いでしょっていうところは見せられたかもね。レイジングブラストがあんなに届くんだっていうところはちょっと見せられたかなっていう。負けたんだけどね、普通に負けたんだけど。あー、カイトで5キロは結構いいんじゃない、これ成績的には。